スバルちゃんの企画にさ、あの怖い話のなんか話募集してたから、コーネが体験した話をさ、スバルちゃんに言ったんだけどさ、なんかそれなんか話しちゃダメらしいって言われて、なんか配信できなかった。え、スバルちゃん言ってたでしょこれ。それが怖っと思ってそれやばいらしいみたいな。どれぐらいガチかっていうと、うん、まあその、うん、メンバーの怖い話候補みたいなのがあって、うんうん、まあ、その中で全部これとこれとこれでこんなエピソード話すんですけどって聞いたんですよ。はいはいはい。そしたら一人だけ、いやこれガチで喋っちゃいけないみたいな話があってで、あのガチで NG になるみたいな感じで、うん、あのやったので、はい、でもね、聞いてる皆さんはね、安心してください。ちゃんと話していい内容だけをね、あのちゃんとね、はい、選んでね、あの載せてきましたんでね。そう、あ、言ってなかった。あ、そう、なんかそうなの、なんかね、ガチガチなやつで、そう、なんか怖いなと思ったんだけど、あ、名前出してなかった、言わなきゃよかったかなそう、なんかあのこれこういうことがあって、不思議だったんだって言ったらさ、いやそれ本当になんかダメダメみたいなこと言われて、なんか配信で言えなかったんだよねっていうやつそう、だからこうで怖くなっちゃってさ、めっちゃ怖ーと思って、そう、本当にダメなやつ、新しい、怖いんだけどこうで怖いよみんな怖いんだけど、ちょっとそう思い出した、それをちょっと今思い出してしまいました。まあそこで怖かったよっていうちょっと話したからね。そう、聞きたい。 ダメなの、本当にダメなんだって、ダメなのダメダメだから、ダメなの、まあ、とりあえずね、話さないと思うけど、一生、うん、一生話さないと思うけど、まあでもとりあえずね、なかったことにしましょう。なかったことにしましょう。